落合陽一です。メディアアーティストをしています。動画をご覧の皆様、この度、動画チャンネルを作ることになりました。で、どんな思いで動画を撮ろうと思ったのかとか、どんな思いで、チャンネルを立ち上げようと思ったのかみたいなことを今日は話していければなと思います。落合陽一は普段メディアアーティストをしてるってよく言うんですけれども、僕がメディアアーティストとして、何を目指してるのかっていうと、物価する計算機自然と対峙し、映像と質量の間にある、象形や情念を反芻するみたいなことをよく言っています。言葉としてはよく使うのはデジタルネイチャー。この物価する計算機自然って何とか、デジタルネイチャーを目指してるって一体どういう意味なのみたいなことを、よく聞かれることもあるんだけど、その度に言葉では、文章ではよく書いたりとか説明したりとか、毎回してはいるものの、それがあんまり伝えきってないなっていうこともあったりとか、あと自分で見ているものっていうのを、ちゃんと伝えたいなって思うこともあったり、あと自分で伝えているようなことを自分で見直した時に、じゃあそれがどういう意味を持ってんだろうっていうのをもうちょっとしっかり考えてみたいなと思って、で、その過程で、動画で考えてみるっていうのも、面白いのかなと思ってやることにしてきましたと。このチャンネルのタイトルは、落合陽一6っていう、記録の6ですね。落合陽一6っていうチャンネルのタイトルにしようと思ってて、なんで落合陽一6ってしたかっていうと、本当、記録がないんですよね。で、その記録をどうやって作っていって、あと自分も自分のこと第三者視点的にやっぱ見たいなって思うところがあって、で、そうするにはどうしたらいいかなってこう、考えてる。で、忘れっぽい自分の中で、やっぱり自分の行動の中で未知を発見していきたい。で、シーズン1のタイトルは、未知への追憶っていうのをテーマにしたいと思ってて、追憶する中で未知なものと出会いたいっていうのが、すごくあって、で、それをこう考えたいなって思ってるんですね。簡単に言えば一生続くドキュメンタリー、ライフロングのドキュメンタリー作ってみたいなって思ってて、いろんなプロジェクト関わったりとかいろんなことしている中で、多分その自分が見てる視点っていうのを何らかしら共有したいんだけど、何らかしら共有するのにもコンテクストが必要で、でもそのコンテクストを分かってる人たちがちょっとぐらいいればいいなと。未知を発見して、未知を追憶して、自分に新しい刺激があって、で、それが発信以上に自分にとって価値があるってことはすごくわかるんですよ。多分それは新しいきっかけになるし、逆に記憶がないから、新しいことを思いつかなくなることもたまにあって、そういう時はよく自分を見返すんだけど、自分見返してもそれで思ってることが復活してこないこともあって、で、それをじゃあどうやってね思い出すかって言ったら、やっぱりもっと自分が触れられる情報量を増やしていかないといけないなって思ってるんですよね。で、その中でこのバラバラなものを見てても見えないから、その中でコアなものを探していきたくて、で、コアなものの中にきっとメディアアートとか、アートっていうかメディアと向かい合うアーティストの落合陽一みたいなのって、マテリアルなのか、あと物質なのか、あとはそれの解像度なのか、もしくはそこにこもってる何らか他の感覚なのかっていうところを、ひたすら対峙しながら向かい合ってる自分っていうのがいて、ほとんどのことは忘れてるんですよね。ただその瞬間と同じ記憶だったりとか、同じ、考えの線みたいなのがピンとつながった時に、あんなことあったなって忘れてるけど思い出すこと、それをね、自分で動画で見てるとすごくそれが毎回起こるんですよ。で、それって追憶っていうか、記憶を追憶してることなんだけど、十分僕の中でまだ未知なる体験だなと思うところがあって、それをね、もっと見てみたいなって思うんですよね。まだ見たことのない自分とか、まだ聞いたことないものっていうのを、自分の中から掘り出してみたいし、あと周りの人から聞いたところの中にも探してみたいし、で、そうやって得られるものって、何らかしら多分誰かに気づきを与えることができるのかなって思って、それにお付き合いいただける人がいたら、それはそれすげえ嬉しいなって思うし、で、そういう人たちには少しこのメッセージが伝わってるといいなって思ってて、
まあ自分のコアだったものを自分で言うことぐらいは大切なのかなってちょっと思ってて、でやっぱりなんだろう、自由にやれるメディアがあればいいけれど、テレビはテレビで尺が決まってたりとか、やっぱ自由に出し切れないものもあって、でインターネットのメディアはインターネットメディアで、まあお客さんとの関係とかページビューとかも大切なんで、そうなってくると、まあ自分の主たる興味をちゃんとやれるかと言われると、まあそうでもないっちゃないよね。でそうなった時、自分がやっていること、自分がやってる見ているものっていうのをちゃんと記録して、ちゃんと自分で振り返れるような満足いく形にして、それでそれを残しておくみたいなこととか、そこから新しく発見していくこととか、あと自分がまあ楽しんでる様子とかもまあ見てみたいよねと思ってて、でそれをね、こう考えたいなと思って、まあこういうようなチャンネルを始めてみようと思ったわけです。素の自分でこう発信していきたいところはあって、でそれをちゃんと見てほしいな、もしくは自分でもその素の自分としている情報の方を多くしたいなとは思ってて、自分がどんな風なことを考えてるのかっていう映像を見るの結構好き、だから自分のドキュメンタリー自分で見るの好きです。それなぜかって言ったら、僕の頭の中にはこのその自分が自分でいないからです。台本が決まってて、言うこと決まってて、何を言わないといけなくて、何を伝えないといけないかって言って考えられたものより、なんだ、筋書きがない分だけより濃いし、よりそこから出てくるものってのはより深いと思うんだけど、そこで向かい合ってる対象ってやっぱり自分が持ってる、まあほとんど何も俺は覚えてないから記憶なんて大してねえんだと思うんだけど、でもどういう経験で生きてきたかとか、どういったことを考えてきたかとか、なんかそういった蓄積から出るわずかな反応だったりとか、そこにある人間性だったりとか、そこにある、まあ、ある種情念みたいなもんだったりとか、まあ、そういったものの全てが、まあ、積み重ねて出た偶然の一瞬を捉えて、その偶然の一瞬を積み重ねることでできる表現って、まあ、何かなって思ってんだよね。できるだけ生の言葉で、できるだけ考えたことないことを、そしてできるだけ考えてる瞬間を大切に、な予想外なことが出てくるかもしれないし、でそこから出てくるこの試行錯誤っていうのは、何らか価値があるんじゃないかって思ってて、まあ、それが価値があるかどうかはやっぱり自分の中で、なんだろうな、まあ信じることしかできなくて、信じて出てきた価値ってやっぱり、うん、まあ信じたいって思うよね。まあバラバラしている活動をしているように見えて、僕は常に一貫してここは面白いとか、こんなことが好きだっていうところがずっとあって、で僕はそれを前面に押し出しているつもりなんだけど、でもそれが例えばなんだろう、カテゴリーや分野や肩書きが邪魔をしてくるんだったら、僕はまあ一人の人間としてメディアと向かい合っていきたいし、もしくはそれをライフロングのドキュメンタリーとして、人生が続くドキュメンタリーとして見ていきたいし、その中で僕が忘れているような価値観だったりとか、まあ、忘れっぽい自分が失ってしまうような、まあ、記憶だったりとか、うん、追憶だったりするものをできればね、何回か味わってみたいなと、生きてる間ぐらいはと思っているところなんですよね。うん、なんでもしこんなものの見方を一緒に共有できる人たちがいたら、まあ、一緒に見ていきたいなと思っています。チャンネルのタイトルは落合陽一録、そして第1シーズンは未知への追憶なんで、記憶を見返したり、新しい道を発見したり、朝起きてから夜寝るまでたくさんの人と話すし、逆にいろんな体験するし、でもそういった中はほとんど忘れてしまう、もうほぼ記録に残らない、だけどそれを、まあ、ちょっとは見返してみたい気持ちもあって、まあ、それをね共有したいなと思ってます。ぜひ皆さん、はい、チャンネルのことを、これからも見ていってください。